左翼、安倍元首相への暴言を批判され逆ギレ、中川翔子に。中川翔子さんが11日にツイッターにて、人を叩く風潮が本当になくなりますように、亡くなった人にもまだ叩く人が異常すぎるし悲しい、いい加減にしてほしい。生きているのは当たり前じゃない。生きている時にもっと言葉にして、ありがとうを、 感謝を伝えることを意識しなきゃいけないですね。どんな人も命は有限なんだと。些細なことで叩く風潮が滅びますように、自分に返ってくるだけだから、などと発言されておられましたが、この発言に対して、いわゆる左翼の皆様が逆切れして発狂し、暴言を吐き続けてしまったため、中川さんが、 インオランがやばすぎる。世の中には絶対分かり合えない人たちもいるから触れない方がいいので削除します。怖すぎる。などとして削除したことを明らかにいたしました。こちら、いわゆる左翼の皆様、安倍元首相に対する暴言でさらに孤立を深めているように見えておりますが、国民の皆様、いわゆる左翼の言動が おかしいと感じても何もできないと思われている方いらっしゃるかもしれません。日本は民主主義国家であり、選挙で政治を、社会を変えていくことができる国でございます。このような、いわゆる左翼が支持している政党に投票しなければ、少しずつでも状況は改善していくものと思われますので、国民の皆様、 今後行われる全ての選挙に行っていただき、国民の意思を示しましょう。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。